皆さんこんにちは、ウショーライティングの植月です。昨年の夏に行った YouTube にて照明ネットワークセミナーを今年もぜひというありがたいお言葉をいただいたので、今年はトラブルシューティングに特化した動画となります。ぜひご参考にしていただければと思います。この動画では SACN のトラブルシューティングについて説明をしていきます。こちらの動画から見られた方は先に昨年やったネットワークセミナーの2日目の内容をご覧ください。ではまずはじめに、ネットワーク機器を使ったトラブルは何が原因なのか深みづらいと思われがちですが、ここで簡単に解決する3つの基準に沿って説明をしていきます。大体のトラブルである明かりが出ないというトラブルが起きた時どうしたらいいかというテーマで説明をしていきます。まず1番、全体的に明かりがつかない。2番、一部のエリアのみ明かりがつかない。3番、特定の DMX1 ラインだけ明かりがつかない。この3つのどれかに絞ることができれば大体のことは解決できます。挙げた3つの基準に沿って解決できる SACN のトラブルシューティングについて説明をしていきます。まずは全体的に明かりがつかない場合、これは卓からの制御を行っても何も灯体が制御できない状態です。まず全体的に明かりがつかない場合は卓の設定のプライオリティ値を確認してください。 SACL のプライオリティ値というのは最終的に SACN を DMX に変換するノードが送られてきた SACL の信号に優先順位が付けられている状態となります。全体的に明かりがつかないという場合は卓や SACN を送出しているノードが2つ以上あり、プライオリティ値が同じで競合している可能性があります。システムの中で SACN の同じユニバースを送出しているソースの確認とプライオリティ値が同じになっているかどうかを確認をします。この時プライオリティ値が全て同じでも最終的に出力するノードで HTTP や LTP といったマージの設定をしていれば問題ないです。それでは実機で説明をしていきます。まずは HOG4PC で現在設定されている SACL の設定を見ます。この時 SACL の SACL プライオリティという部分を確認します。デフォルトであれば通常100がデフォルト値なので何も設定していなければ100という状態になっております。この時例えばメインのタクが100、バックアップのタクも100という状態になっていると同じ優先順位の値となってしまっているので競合が発生します。もしタクを2面以上使う場合があればメインは100、バックアップの方は数字を100より小さい、例えば50などの数字に変えておくことをお勧めします。続いてノードの方で説明をしていきます。例えばノードの、入力のソースが SACN1 つだけの場合は、先ほど説明したメインとバックアップどちらかある場合はプライオリティ値の設定を変更しておかないと競合が発生してしまうことがあります。しかしノードの設定で例えば LTP の設定で SACN のメインとバックアップの信号を受けるように設定をすると、この時プライオリティ値の競合は発生しないので、プライオリティ値の設定をしていない場合はノードの最終的に出力するノードの方でマージをかけてあげるようにしましょう。次に一部のエリアのみ明かりがつかない場合、これは卓から信号を送っても制御ができているエリアもあれば一部のエリアで制御ができていない状態を表します。まず SACN はアーフネットと異なり機器の IP アドレスにルールはありません。そして同じネットワーク部である必要も実はありません。詳しくは昨年のネットワークセミナーをご覧ください。 SACN で卓から送ったユニバースはマルチキャストアドレス宛てに送られるので、機器に割り振られた IP アドレスは実は関係ないのです。しかしパソコンなどから設定を変更したい場合はパソコンと機器の IP アドレスのネットワークを合わせないと通信できないのでご注意ください。あくまでも SACN のデータのやり取りを行うときのみ機器の IP アドレスが関係ないという意味になります。話は戻りますが、 SACN のキャスティングにはマルチキャスト通信という伝送方法が使われています。このマルチキャスト通信はマルチキャストグループと呼ばれる特別なアドレス宛にデータを送ります。このマルチキャストグループのアドレスはマルチキャストアドレスと呼ばれ、アドレスの3オクテット目と4オクテット目が SACN のユニバースを表す部分になります。タクから送られたユニバース1というデータはマルチキャストグループ239255-01宛に送られるので、下のユニバース2が設定されたグループへは送られません。
このマルチキャストグループへ参加するしていないというのはスイッチングハブの IGMP という機能によって行われています。それぞれユニバースを設定したノードがそれぞれのマルチキャストグループへ参加したり維持している状態であることをスイッチングハブから問いかけで応答をします。この応答したデバイスに対してスイッチングハブに来たデータを効率よく送っているのが IGMP スヌーピングという機能になります。一部のエリアで明かりがつかない場合はスイッチングハブの IGMP の設定を確認する必要があります。スイッチングハブの種類によってはこの IGMP がない場合があります。その場合は SACN はマルチキャストではなくアートネットと同じブロードキャストという伝送方法でデータが送られます。使用するノードなどによってマルチキャストグループへの参加の応答をしないためスヌーピングの機能によってグループから外されてしまうことがありますのでご注意ください。まずギガコアの IGMP の設定を確認していきます。ギガコアのグループの中に各それぞれのアドバンスドの中に IGMP の設定があります。この時スヌーピングとクエリアという部分にチェックマークが入るようになっています。この IGMP のスヌーピングにチェックマークが入っている場合はスイッチングハブに接続された、各ノードデバイスが、マルチキャストグループに参加しています、もしくは維持しています、もしくは離脱しましたという、応答をしたことを、盗み見てくれている機能となります。この盗み見てくれてる、機能のおかげでこのスイッチングハブは効率よくどこに参加しているデバイスがあってどこに離脱したデバイスがあるのかというのが分かるので、効率よくデータを送ることができるようになっています。先ほどの説明ではギガコアの各グループごとでの IGMP のスヌーピングの有効無効が変更できるというお話をしましたが、スイッチングハブごとで IGMP の設定を変えることもできます。その場合はグローバルの中のデバイスセッティングスにあるIGMP の部分を、ご覧ください。この IGMP の部分は、デフォルトだと有効になっており基本的に、マルチキャストグループネットワーク上にあるマルチキャストグループに、所属しているものが、あればそのマルチキャストグループ宛にデータを転送していくのですが、この IGMP にチェックが入っている場合はマルチキャストグループに所属してないデータが、来た時に、スイッチングハブがどうするかというものになりますが、チェックが入っていると所属してないデータが来てもとりあえず、全てのポートに転送をするというような意味になります。ここのチェックを外すと所属してないマルチキャストデータが来たら、スイッチングハブでせき止めてしまうので、不明なマルチキャストデータというのは、他のポートに転送されることはないというような意味になります。この IGMP の、アンノンフラッティングについては、詳しくはルミネックスジャパンさんのホームページにある、IGMP のホワイトペーパーをご覧いただくと良いかと思います。最後に DMX1 ライン分で明かりがつかない、これは宅から送った信号で特定の DMX1 ライン分の明かりがつかない状態です。まずはタクとノードのユニバースの数字を確認してください。 SACL の信号がタクから出ているかどうかを確認するためにはフリーソフトの SACN ビューというソフトを使うと良いです。ホグ 4PC の出力の設定を確認します。現在ホグ 4PC の出力の設定ではタイプ SACN ポート1プライオリティ値100という設定になっております。この設定の場合、SACN が、ユニバース1が、プライオリティ値100という状態で送出されていることが分かります。この時ですね、数字が一応0から設定ができるんですけれども、SACN の、0ユニバース目というのはですね、使えないようになっておりますので、SACN の0ユニバースというのを設定しないように、しましょう。なので SACN はスタートは1からとなりますので、必ず、1から、設定をするようにします。でまたアートネットと違って0からスタートするわけではないので、1ユニバースは、1、2ユニバースは2というような状態になります。この時、ネットワーク上に SACN が、どのユニバースが出ているのかを確認するときはSACN ビューという、アプリケーションを使います。この時ネットワーク上に送出されていると左側のユニバースの欄に
ちょっと分かりづらいですが、三角ボタンが出てきます。この三角ボタンが出てきたユニバースをダブルクリックすると、実際に今ネットワーク上に送出されている SACN の信号が見ることができます。ここに、名前が出てきますが、今このパソコンの、HOG4PC からこのチャンネルが出てますよというのが、分かるようになります。いかがでしたでしょうか。SACN を使って全体的に明かりがつかない場合はプライオリティ値の設定がされてない、もしくは間違っている可能性があります。一部のエリアで明かりがつかない場合はノードや柵がマルチキャストのグループから外されている場合があります。 DMX1 ライン分の明かりがつかない場合は設定したユニバースの数字が間違っていることがあります。SACN は効率的なマルチキャストの伝送方法を使用していますが、使用するスイッチングハブに IGMP の機能がないとほとんど意味がありません。 SACN を使用される方は、IGMP 機能付きのスイッチングハブをぜひ設定するようにしてください。それでは